今回は直近アップデで効果時間が情報修正された。前期天才魔女のくたびれ防止を紹介するよ。効果は全体速度プラス22、兵力が徐々に回復し約 50%、 効果時間は 2.5 カウントも伸びて 17.5 カウント。速度上昇は控えめやけど、効果時間が長くカウンター適性を高め、ニュータマコラボも起きたそうなら計略に速度プラス20してもギリギリ刺さらない速度になるし、回復と次戦能力の離れから相性抜群。好調力はあるけど、そこまで行く速度にかけるデッキにとってはライン上げもできて、実質総援の方カブト戦記にもなって一石二鳥の効果。心を傷つけた未熟者へ。絶対負けねえ。サヤに収まんな、まだ早い。行ってこい。お前たちがこの国を守るんだよ。てめえら全員俺が粛清する。間違いない。未熟者め、これでいい。面白い。はあ、結露を開け。やっちまいな。未熟者へ。未熟者へ。旅立つ前、最後の剣を解くと言う。少しは役に立ったかな、俺。流派発動。二の方。流派発動。三の方。面白い。未熟者へ。もっと前出なくていいのか。しまった。てめえら全員俺が粛清する。やめておこう。面白い。おら！天気なり。
しまった、大したもんだ。俺が行く道は俺が決めるんだ。全機解放、旅立つ前、最後の剣を解くとみ。絶対止めてやる。結露開け。面白い。これでいい。流派発動、身の型俺が行く道は俺が決めるんだ。今回はいろんな使用パターンがあるから試合数多めやよ。俺の世界に一歩でも足踏み入れたら迷わず肉塊にするぜ。2戦目は剣豪森ベッキにとって苦しい時川勝マス相手、弱体貫通に原田で返しても武力差で駆逐されるから、回復策として戦士の投資を絡めたワンチャンスで攻めるプランを想定。俺の策は一味違うぞ。殺すな。撃ち抜け。行くぞ。殺すよ。どけ。いやでも付き合ってもらうぜ。でらっでらっでらっくっ、おらせい、少しは役に立ったかな。流派発動、身の型、どけ。俺も甘いな。せい、行くぞ。どけ。もう飛べんか。殺すよ。せい。忘れるかよ。もっと前出なくていいのか。殺すよ。どけ。流派発動、身の型、ここから先に行くってのは通すわけにはいかねえ。悪いが俺の敵じゃないな。死にたい奴からかかってこいよ。せい、撃ち抜け。まがいものだろうがなんだろうが、
貫きゃ誠になるはずだ。撃ち抜け。戦機解放。撃ち抜け。我が剣よ、青き炎をまとい力を貸したまえ。この茨たやすく通れると思うな。どけ。撃ち抜け。お前の覚悟はできてるんだろうな。少しは役に立ったかな。どけ。くっ、もう飛べんか。潔さも武士の美。君面白いね。でもちょっといじめすぎちゃったかな。信じて待ってろ、死なずにな。少しは役に立ったかな、俺。死にたい奴からかかってこいよ。僕は役立たずなんかじゃない。ここから先に行くってんなら通すわけにはいかねえ。てめえの信念だけは曲げねえ。行くぞ。僕はまだ戦える。迅速こそ勝利への道。一陣の精鋭よ、突き進め。流派発動。見ろ方、あんたの相手は僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。流派発動。見ろ方、戦に出た以上一歩も引くまい。
前期ありがとうございました。この戦記はリロン値が高く開拓のしがいがあると感じたの。